リーダー、選手、スタッフ、サポーターの皆さん、ようこそ愛知へ。それではですね、デザイン用紙の同等紹介しております。本日の両チームのメンバーで紹介します。まずは大分大会議員が本日のメンバーを紹介します。2月21日、大分オープンエリアに入ります。2月21日、メンバー、香川優真。背番号15番ディフェンダー、ユエイエス勝則。背番号41番ディフェンダー、小根圭介。背番号8番ミッドフィールド、松田優真。背番号11番ミッドフィールド、下田浩志。背番号10番ミッドフィールド、井上圭介。背番号22番ミッドフィールド、小林誠司。背番号40番ミッドフィールド、長谷川優真。背番号20番フォワード、長谷川優真。背番号1番ゴールキーパー、高木翔平。背番号40番羽田健。背番号8番ミッドフィールド、松本玲生。背番号31番ミッドフィールド、エレイ。背番号13番フォワード、ミスター大野。背番号18番フォワード、渡辺愛。背番号19番フォワード、内本柴崎。ファーストは中野さん、ロッキーです。以上、大分大会議員の本日のメンバーの紹介でした。続きまして、市民政府大会議員の本日のメンバーを紹介します。
以前を事前行動者提供、この後の両チームメンバーの紹介でした。公式マスコットキャラクター、シフナイです。